吉田さん、いやーラッキーでした。何がラッキーかっていうとね私たちはねそんなに努力しなくても手に入れることができるんですよ月収100万程度ならもう月収100万程度ならねこれはできますよもう100人が100人行くとは言いませんけどもそうですね100人中560人から780人は行くんじゃないですか月収100万本当に欲しいんだったらね月収100万なんてで,でも本当スタートラインだと思いますよ 自分で独立で事業を始めて月収100万って多いように見えますけども50代ぐらいでもうねドロップアウトしてリタイアしたいんだったら月収100万じゃ少ないぐらいですよねもちろん70歳からまでずっと働くんだったら月収100万でもまあいいと思うんですけどもね私は全然その月収100万が高い給料だとは思えないんですよで何がラッキーかっていうとね私たちは あの大ししてて努力しなくてもいいんですよオリンピック選手になるほどの努力いりますプロ野球の選手の努力いりますどうですかねそれともクラスで一番じゃないとダメですかねうん多分ねその辺のね中小企業の面接採用試験を受けるよりは簡単なんじゃないですかねだって他者に評価されるんじゃなくて自分でやるだけなんでね。 ほんとそこにはねも,もはやどんな内容をやるのかとかどんな機材を使うのかっていうのはそんなに大きな問題じゃなくてどのぐらいのやりとりを継続したのかっていうことが根幹にあると思うんですよ。ね。多分ねプロ野球の選手ほど素振りしなくてもいけるのがビジネスの世界なんですよ。なぜなら多くの方が甘く見ていて大してやらないから努力のどの字もしないんですよ。うんそれこそね モチベーションに左右されて今日できませんでしたみたいな感じでこれ頭書いてるぐらいのレベルなんですよねもうだから楽勝ですよみんな競争しないんで,で私はもともとこうは言ってますけどマージャンってのおやですよお金なんて全然稼げないセンスの悪いおやでパソコンなんて無縁な生活ですよ40歳まで40歳からねパソコンをえっちらおちら買ってきて20時間ライブでコメントを書き込んでね とりあえずはコメントを書けば誰かとのやり取りが始まって自分は誰かに知られることになってあとタイピングが早くなるだろうなと思ってるんですよ。で今タイピングのスピードってだいたい1時間で5,000文字くらい書くんですけども4,000文字書く人がいたら早いという風な感覚なんですよね私の中では。ですので一回ね皆さんもねタイピングを測ってみればいいと思いますよ。あのー、別に1時間で4,000文字測らなくても30分で2,000文字いくのか。 15分で1000文字いくのかっていうふうに15分だけやってみたらいいと思いますよ1000文字なんかこうね本かなんかをこうやって横に並べてパソコンでバーってやってみてね15分で1000文字いくかなーってブラーっと考えてみればいいですよ私は最初これでしたからね今はこれですけどもねそのぐらいキーボードを叩いていたからもうキーボードの感覚が手に入ってるっていうことだと思いますしそもそもキーボードを使う機会ってあんまりなくてマウスクリックオンですからねで誰がマウスをドラッグしても同じ ククリックしても同じ。ワンクリックで100万みたいな広告がありましたけども、うん、でラッキーなことのもう一つはねえっと私が2013年にインターネットをビジネスで使うようになった時から比べると今の方がいろんな成功例や実例が増えてきて自信を持って取り組めますよね私も始めた当時は自分に結果出なかったんで本当に稼げるかどうかなんて分かんないですよ で、誰を、誰が稼げてるのかも見分けられないですね。それこそ、今に比べて、商材とかも少ないんで、実例とか成功例少ないわけですよ。サンプル少ないわけですよ。もうまさに、暗闇の中歩いてる状態ですけども、今はね、なんだったら、詐欺商材ですら、もう公開されてるわけですよ。これが詐欺商材ですよ、とか、こいつは気をつけろ、みたいなね。うん。今は、今はね、吉田さん、1年で1億なんてのは、いもう本当そのぐらいは稼いでいただかないと。逆に言うと、私はね、 あの、当時ですら3年で1億稼げたんですごいと思いますよ当時ですら1億稼ぐのに3年だったんだと今は1年だけども昔はねまあ3年ぐらい3年4年かかって1億だったらまあ上出来だったんじゃないですか今は別にね、月収100万でいいんで別に1年で1億じゃなくても、うん、あ月収100万でいいでしょうとりあえずはとりあえずはそれは誰でもできます 誰でもっていうのは100人中5 6 0人から780人ぐらいの感覚でもちろんできない人もいると思いますけどもねでもほとんどの人ができないみたいな状態じゃないですよこれは何でほとんどの人ができないんだと思いますそれはね一人に努力と言えるほどのことをしてないでお金について真面目に考えてない本人はね考えてる考えてるって言いますけどもじゃあ考えてるだけですよやってないんですよやった量が私は吉谷さんに並ぶぐらいかっていうと全然でしょ気が向かないと時はやらないわけでしょ それじゃあね、それじゃあね、お金に関わらず、どんなことでも手に入らないですよ。気が向いた時だけしか、ね、奥さんが食事作らないとか、洗濯しないっていうふうになりますか世の中の主婦の方が。子育てをするお母さんがね、もしくはお父さんが、気が向いた時だけやりますか、うん、そういうふうな、生活の基礎的なことですらね、気が向く向かないに関わらず、スキルのあるないに関わらず、懸命にやるからこそ、人は育つし、家庭は維持されるわけでしょ。 なんか働く人の男の意識が、あ、も、ま、う、あ、甘いんじゃないかなと思うんですよ。お金に向かってもっと正直に動揺になった方がいいと思います。それが幸せをつかむ最短コースだからなんですよ。ね、お金があれば全て解,す解決って言ってるわけじゃないんですよ。お金がある私が言いますけども、お金があれば全て解決ではありません。ただ、お金がない人に比べて圧倒的に解決はします。だからこうやってポヤーンとしてられるんでね。だからまあ、お金の問題にまだね、悩まれてる ようでしたら、まあ、一度ねこう身を焦がすぐらい真面目にお金のことを考えて行動してみてもいいんじゃないかなと思います結構案外簡単に解決しますお金のことぐらいは問題はお金じゃ解決できない問題にどう立ち向かっていくのかってことなんですよ、うん、それこそね私が言いますけどもお金だけでは全て解決しないというふうに私なら今言えますね お金を持ってる人が言った方が説得力あるでしょ、それは。いや、お金じゃ解決できないもんであるよ、みたいなね。あるんですよ、それが。うん。ただ、解決しなくてもいいことかもしれません、それはもう、すでに。あの、資本主義経済の中では、お金で解決できるように仕組みができてますからね。うん。いやそんなところですか。じゃあ、いってらっしゃい。